この辺までもうちょっと来るよね。ここがね、これこれ。これちょっとここがもう細くなってるから。盆栽プラスさんにいただいた木ですね。あ、これサンタさんにもらったやつ。サンタさんにもらったやつ。この木はかなり古いですよ、はい、で車輪も入ってますけどね。この木の見どころっていうのかな、それをちょっとどういうふうに強調したらいいかっていうことで、はい、いろいろ考えてるんですけど、ね、今これ木が立ってますよね、だいたいね、垂直でね。そうですね。まずどちらが正面になるかって言ったらこう見るとへこんでる方はこっちなんですよね。だからここで見てみるとあんまりねここが良くないんですよ。そうですね。反対にしたらどうかなっていうのを見てます。ここの方のがちょっと裏側になっちゃうかもわかんない。これシャリ入れればねちゃんとになると思うんですけど、はい、この木の特徴っていうのは、うん、今これ丸幹ですね、はい、でこうずっと上がってきてて、この部分皮ちょっと剥いでみたんですけどね、この部分が一番見どころになると思います。この立ってるままよりこう動きを出そうかなって形でね、うんうん、ちょっと倒してみます。これ倒す、こんな感じ。こんな感じですね。正面がでこっち側ですね、うん、正面もこっちで決めちゃいます。ここ見せるって形で、はい、これで正面。流れはこれ流れは右流れになりますね。今まだちょっと全体的には分かんないですけどね、はい、もしうまくできればここを少し割れ目を入れてこれぐっと近づけてくる。割れ目を入れて近づける、はい、割ってできるかどうか分かんないですよ、はい、今構想段階なんでこれ少し割ってずっとシャリを入れていく。そうするとここが開くわけですよ。そうですね。これがメインなって、これを上の方でちょこっとかぶせてくるかもっと下げてくるか。ちょっと作業内容はすごそうですね、うん、そうそうそう。だからすぐにはねできないんですよ。時間かかる。シャリつけるんだってもう1ヶ月ぐらいかかると思うんでね、うん、ちょっと長期戦の木ですね。で今この枝を見ると同じところからねこれいくつも出てるんですよ。ここにこれ整理していかなくてね、塊になっちゃって。あ、そうですね。だからこういうところも取ってって完全に使える枝だけにして、はい、それからシャリが作られるかどうか見ていって、まず今日はねこうシャリを入れる線を作っていきます。はい、これ掃除しながらね、枝抜きと、うん、枝抜きとこのシャリがどう入るか、うん、シャリは第一段階、うん、そうですね。これ前にねこういうシャリが入っちゃってるんで、はい、これをうまく水水が通るかどうかなんです。どこで切れてるかも分かんないんですよ、うん、植え付けも変わるかも分かんないし、うん、正面も変わるかも分かんない。もっと倒してくるか分かんない。そう、まだ今の段階では、うん、いやこういう風にしようかなっていう構想段階です。分かりました。枝から抜いてきます。一箇所からこれ出てるんでね、うん、枝の抜き筋をつけます。もうあれですか、イメ枝とかカンヌキを、カンヌキや、あとここ一箇所からねほら、うん、いっぱい出てるんですよこれ。枝のこう筋が見えないからね、これ見えるように取ってきます。いやでも地道な作業ですね。これは地道な作業ですよこういうほらこういうところであるから、大まかに取ってって、あとは必要な枝を残すようにしますから。大きく太い枝切るとかはあんまりなさそうな感じです、うん、これとかこんなに太いんですか。そう、この辺もね相当太いから細かいのが、うん、細かいのがねいっぱい出てるんですよこれ。ここで取り木したら結構太いのできないですねどのくらいになるかなこれ多分ね、コブになってると思うんですよこれ。コブ、多分コブができてるかな。終わったらこう掃除しなくちゃダメですねこれね。幹の掃除、うん、しようかな。こう洗浄で洗っちゃうか。元気ですよ、うん、杉っぽになってないさ。そうそう、これ時間の地道な作業だなこれ。細かいの取れればね、だいたい大まかな地形が見えてくるけどね。じゃあちょっと僕も手伝う感じでやりましょうか、はい、どうも、まあちょっとだいたい
塗りました。大体上がってきたかな。すごかったですね、うん、バツって多分落としてるんですよね、太いやつを。だから細かいのが何個も何個も。これね、枝が細いからね、少し太いとこだけ使っていくような感じになるんですよね。そうですね、うん、見やすくなりましたね、うん、水水を作っていかなくちゃいけないんで、うん、木の流れを見てきますから。そうですね、うん、ここからどういうふうにいくか、ちょっと線作ってってみますから。はい。あれ、シャリ2本入ってます、これ2本、こっちも入ってる。2本になってるの。2本入ってる。多分ね、これ1本にはできないかと思う。1本にはできないと思うんで、ここからね、2つで割れれば、2本で来ててもいいかなっていう。これ入ってるんですよ、これ。この流れに。1も入っちゃって。ここから辿ってってみます。はい、これ、チョークで線引っ張っちゃうと、水水切っちゃうからね、これね。だからこう、辿っていかないと難しいと思います、これ。ここがずっと枯れてる、ほら。こっちが生きてるから。この白いのが繋がってたんですかね。うん、これが半分に割りたいんだよ、これ。動画が。大きい木は大変だ。こんなので見てたってすごい。シャリだけで1ヶ月かかると言ってましたもんね。で、その後針金掛けして、木植え替えか。これシャリ入れてきちゃおうか、こっちで。そうですね。3ヶ月。そう。3ヶ月かかる。動画です。ちょこっとシャリ入れてるところ入ればいいじゃない。そこ寄せる。こっからってここ締めればここが割れると思うんだよな。あ、なるほど。ちょっと、もみかなんか一発入れて、うん、ここでくさび打ち込んで寄せる。うん、なるほど。やってみるか。大解散。今やる感じですか。うん、やってみようか、これ。ダメだったらもうこっちなくなるからね。先生の好きなように。こういう物体切れですもんね、ここね。ここもやっぱり2つで分けて順にするから、うん、こっちも完全に物体切れ、頭にはならないもんね、これね。うん、そうですね。だから これをずっと割ってきて、この辺で2つに分けるか。なるほど、うん。虫が入ってかわかんないこれね。ん？虫。あ、虫。鉄砲虫みたいな。腐ってます？ここほら、ずーっとこう背がついてる。ああ、ほん。本当だ。これまだこう引っ張ってみる。あ、ほら。ずっと入ってるこの虫が。この虫の通った通りに削っていけないなこれ。虫が示す方向へ。こういうのは前あったんだよ。ずっとね、虫がこうずっと通ってって、はい、その通りに削ったらいいのができた。二つになって。真ん中辺くればいいけどね、あんまりこっちやっちゃうとさ、ここは薄くなっちゃって、これだけ取れちゃう可能性あるから。これ電動の彫刻刀で削っちゃうとね、はい、木目が出なくなっちゃうんだ、これ。うん、刃物傷がついちゃうからこんなことやってるね。土がだいぶなくなりました、ね。反対側行ってみるか。反対側行って。今年植え替えたのかな。ね、そうだね、うん、ちょっとやばいかな、やばいかもしれないですよ、うん、ちょっとここは預かってもらってもらって、根っこが、うん、固定されてないな、うん、これね、衝撃の字です。衝撃でみんな落っこちゃったから。これでもこっからここ寄せるんですもんね、うん、あとこれを
寄せれば勝手に引きそうですね。うん、このぐらいでいいかな。もう薄くなっちゃったな、これ。こう薄くなってきちゃったから。うん、でこれ下げればこれが出てくると思うんだよね。そうですね。うん、下げてみるか、これ。これはもう天神みたいになるんですかね。そう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 。うん、これただこの根を見る限り、ちょっとあんまりやりすぎると、うん、ダメだね、これね。怪しそうな感じしますね。うん、このぐらいにしとこうか。うん、これなんか挟んどくかな。ちょっと離れたな、ほら、いいじゃない。迫力出ましたね、これ、うん、こいつ大丈夫なんですか。まあ、いらない気もするけど、うん、安全でつけてるから、ね、ここ見せなくちゃいけないからね。そうですね、本当はこれをもうちょっとこの辺まで行きたい、うん、そうそうそう、もうちょっとやってみるか、ついでだ前ですか。乗ってきて大丈夫なんですか、これは。もうちょっと行って。こんな感じ、うん、この辺までもうちょっと来るよね。ここがね、これちょっとここがもう細くなってるから。一応ここ水水が生きてると。うん、生きてる。こっちも水水が生きてる。両方生きてる。こっちも生きてると。ここが境目だよ、ここ、はいはい、こっち側。ここが水水になる。なので、一応大丈夫ということなんですけど、うん、まあ、ちょっと根の状態もあれなので、うん、根っこはね、こんだけだからちょっと厳しいかな。ちょっと様子見ると、うん、あとこれ少しね、彫刻しときます。はい、じゃあ次出るときはちょっと彫刻がされてる、うんうん、彫刻入ります。少しね、彫刻しときます。しばらく見ない間に割れ目がここまで来ましたね。やったの一回やったの。先生、開けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。こう広げて、もうすっごこのぐらい。すごいことになってるじゃないですか。これ大丈夫なんですか。ダメになるかわかんない。これいろんなの削っちゃってるから水水がね、はい、これほら、ここすごいんだよ。なるほど。で、虫が入ってるから。虫、うん、これみんな虫の穴だよ、これ。これ、ここもそう。で、虫食った跡がね、もっとこっち側にもあるんだよ。あ、ここだ。じゃあ、ここ木がね、ボロボロになってるのも。これ一応ね、こう辿ってって、うまくこう水水がつながるかどうか。これ途中はこう、削っちゃったらさ、こういうのがね、こう割っていくと、まっすぐ、あの、木目通りに行ってないんだ、これ。ここまではいけるよ、これ。ここまでは。この先がもうこれだからね。水性がもうここしかなくなってる、うん、ここで途切れて、これも虫かな、うん、入ってて。この先どうなるんですか。この先はもしこっちが行ければ、こっちが生きてここまで行けるでしょ、うん、こっちがシャリ作っちゃう。全部シャリ作っちゃう、うん、で頭を2つで割ろうかなと思って。あ、こっちもここにうまく割れるかどうか。まだね、あの水水今たどってる状態なの。なるほど。ここほら、これずっとこうたどってきた。これ生きてるね。こっちに入ってきてる。で、またこっちに。これ全部削る予定。削っちゃおうか、これ。もうシャリになっちゃう。うん。もう一応ね、線つけてあるから。で、そうすればもうちょっと行けば先がどうなってるか。それによってこう頭二つで割っちゃう、あれ。割れました。でね、ここちょっと刃物の傷がついちゃった、これ。ノコギリでちょっと切っちゃったんだよね、これね。これ刃物傷って一番嫌いだね。こういうあの木目の流れが出るじゃないと、どうせらしさないもんね。なるほど。今やることは、もうこれ線つけてあるんで、こっち側の、こっち側ずっと取ってちゃう。なるほど。先生、正月は何してたんですか。ん、正月何してたんですか。酒飲んでた。酒飲んでた。なんでよく言ったら。ちょっとこの線をね、もうちょっと広げていって、で機械で削っちゃいます。
これ今は冬だからいいけどさ、はい、動き出してどうなるかな、これ。なるほど。葉っぱがね、掃除してなかったから虫入っちゃってるよね。やっぱ掃除しておけば、そう、あの赤い肌出しとけば、うん、虫入ってるの分かるし。なるほど。この道具でね、ずっと割ってたんですよ。これがくっついてたのね、はいはい、ここからくさび入れてた。これ両方から2箇所入れて、そう、トンカチでこう叩いてた。そう、トンカチ。先生、これ削ってますよね、ここ。かっこよくなってるから。これ削ったよ。ここにあるやつで、今六本木に展示してある盆栽で、こういうのあるんですよ、ね、こういう細くて割れてシャリになってるやつ、うんうんうん、それにイメージ近いのかなと思って。最悪だから2つに分けることもできる。分けることもできる。根っこまでずっと割っちゃえばいいんだ。割っちゃえば2本の木になるってことですね。今までそういうの作ったことね、うん、ここがね、こういう植え付け、ちょっと待って、どっちだっけな。あ、逆だ。この、あの模様もそんな嫌味じゃなくなってきたんじゃないかな。ここね、本当はまっすぐですもんね。そうそうそう、まっすぐでね、 S 字型これだけ離れればいいかな。じゃあこれからあのいらない水水を削ってきますね、はい、これその前にね、必要なとこ削らないようにあの印つけときますね、はい、チョークで。チョークを書いたところが必要なところ、書いたと残すところ、書いたところは残す方。機械で荒削りしました、はい、今度手で細かく線つけて削ってきますから、はい、この水水の反対側削っちゃダメです。傷むきにならないですからね。削るのがこの際、こことこっち側の際を削っていくとここが残る。水水がどこにあるんですか。この辺にあるんですか。水水がここにあるんじゃないですか。こっちのこの境目とこっちの境目だから、こう削っていくってことですね。そうそうそう、この挟んで、ここここを削らないと。ここ削っちゃダメ。なるほど。これがずっとあのこの幹の流れの元になりますからね。で、今はやってるのはこの皮をきれいに取ってきますから。これをこうに取ってくる、うんうん、これの繰り返し。これやる場合はこの際、水水とシャリの際、そう、水水とこの際、木のこう赤い部分、このちょっと太い木なんで赤い部分が出るまで取っていきます。これだとね、あんまり怪我する確率は低いですからね、ここにやって、うん、彫刻刀でバンバン削ってたらね、夢中になってやってると手刺しちゃいますから。で、自然もうこの木目の通りに水水を最初、うん、通り道つけてますからね、はい、だから同じに向けていくんですよ。全然水水で食い込んでいかないでしょ、うんうんうん、この通りに行くから、これ、うん、頂上っていうのはここなんですよ。これ木の頂上、一番てっぺん、はいはい、水水の反対側のとこ、そこ削っちゃって、ここを残したいんですよね。本当はここを残した、でももともとついててシャリが、そう、もうこれ傷になってからしょうがないから、もっとこっち削ってください。こっちへもうちょっと行ってみます ね、 これね、枝がまだ全然できてないじゃないですか、うん、枝できたら よくなりそうですね。まず生きてることまあ生きてまずは生きてることが大事、まあ、上の部分どこで枯れるかにもよりますね、うん、枯れたら枯れたでまたどっか生きてるよね。そうですね、作り直せると思う、うん、作りようがあるから。心拍はそのぐらいやんないとね。そうですね、心拍らしさないから、まあ、人にできますもんね。一応割ってみっか、先に先割っちゃうんすかいけるかな。ダメだな、これ。2つなんないよ。
これで頭できたな。ねほら。二つはちょっと無理かな。これが邪魔したかと思ったが。だいぶ割れてきたこれ。割れましたね。うまくいくかな。こっち薄くなっちゃったね。こんなことでどうだろう。いいじゃないですか。原型がない。口開いてるよ。ねえ、ヘビみたい。目もありますよ、ちゃんと。目もある。薄くなってくからな。これ取れちゃう可能性。取れちゃいそうなんで。うん、この辺にしとこうか。で、こう割り箸入れちゃうから。はい。ヘビじゃん、これ。じゃあ第1弾をというかこの前編はこれで終わりと、うん、いうことで次回針金掛けと植え替えを針金掛けやる感じですか、ね、それもっと綺麗にしてくるからわかりました、うん、また枯れないことを祈ると、うん、そう上ですねそう面白くなって、ね、下は枯れないですもんねこれね、うん、ここは大丈夫だよ、うん、上の方こっちもなんか生きるかと思う、ね、生きると思いますねなんか見た感じ、うん、ここから上シャリでも面白いと思うそ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 れでも悪くないと思うので、うんまあ、ちょっと今後楽しみと盆栽プラスさんもちょっとびっくりしてると思いますよ多分これくれた人もこんなになってんのみたいなこんな次回お待ちくださいということです、はい、ありがとうございました、はい、どうも。